皆さん始まりました。水道補強したいの井ノ原泉と大浦瑠香子です。そしてミリシラの、はい、宗谷一華と日崎あんこと平ひかりです。よろしくお願いします。本日皆様にお集まりいただいたのは他でもありません。私井ノ原泉が大好きな超人気番組水曜どうでしょう。皆さんご存知ですか？知ってるよ。はい、うん、知ってる。うん、名前とたまに YouTube とかの切り抜きとかでなんか覚えてる。イリーガルなやつだろうが。車のなんか後ろとかによくステッカー貼ってあるの見る。あ、はい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 。ほえー、まあ、ご覧のありさまでございます。水道を語れるメンバーが事務所内に少なすぎる。これではいけないということで、今から、うん、我々が水曜どうでしょうの魅力についてプレゼンを行ってまいります。うわ、泉すげー、全部台本めちゃめちゃ読んでる。すごい、やめてあげて、やめてあげて。緊張してるんだから。ごめん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 。そして、企画の最後に我々このミリシラメンバーが現在販売されている DVD を買うか買わないかジャッジしていただきます。ほう、なるほどね。話を聞いてね。はい、しかし私とルカ子さんだけでは購買意欲をかきたてられないかもしれないということで、本日は水曜どうでしょうの魅力を 120% 引き出してくださる強力な助っ人、もといスペシャルゲストをお呼びしております。藤村忠久さんと嬉野正道さんです。イエーイ。スペシャル？ずいぶん一部が出ました。あ、やばい。本当にすみません。あれあれあれ。上にですね、まだお宅のスタッフの方、今なんか首をかしげながら収録してますよ。あれ本当に撮れているんでしょうかね。あれ大丈夫かな？大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺ら基本的にあなた方に魅力を語ろうとはそもそも思ってないからね。え、なんで？知らないと、あ、人生の楽しみを随分失ってるな、この方々って思ってるから。おー、なるほど。語ってわかるな、内容じゃないんだよね。もうすでに引き込まれたのね。なんかね、早速皆さんに知っていただくために最初のコーナーに参りたいと思います。ルカ子さん、お願いします。最初のコーナーはですね、クイズ。実際にあった珍事件はどれだ。優雅な旅を提供されている水曜どうでしょう。もちろん旅にはトラブルがつきものということで、さまざまな珍事件がね、たくさんあったかなと思います。はい、今からお出しする3択の中でどれが実際にあった事件なのかを予想してくださいというコーナーになっております。まあね、うちのギャルたちはみんな天の尺なんで、いや別に知らなくていいですよって言われると逆に気になってきてますの、めちゃくちゃ。いや、そうなんだ。じゃあ早速第1問に参りたいと思います。はい、はいはい、まず A が、うん、寝ぼけてカメラをトイレに捨てた、うん、B が、うん、海外ロケの初日に道端で野宿した、 C が企画用に激安の机を買ったらシルバニア用だった、うん、さあこの3択どれでしょうか。ちょっと待って、 C のね、うん、C のインパクトすごいんだけど、この、まあ、3つ、うん、A、B、C、 3択の中で、はい、まあ、珍事件が実際に起こってるものがあります。はい、あります。寝ぼけてカメラをトイレに捨てた、うん、海外ロケの初日に道端で野宿した、企画用に激安の机を使ったらシルバニア用だった、はい、っていう3択なんです。3択で、え、お二人からなんかヒントとかいただけたりするんですか。何ヒントヒント、ちょっとまだミリシラなもんで、うちのおギャルたち、はい、答えは2番だよ、 B だを信用するかどうかだよね。いやいや、あ、そういうことね。そういうことですよ。いや、 B だろ。いや、 B です、 B です、これは。いやいやいや、 B だよ。いやいやいや、 B ですよ。じゃあ引けは何なんだ、引けは何なんだ。いや、うん、A じゃないの、 A。 いや、 A はない、うん、でもいっちゃんはやりそうだよ。お菓子のさ、袋とか開けた時にさ、なんか本来捨てちゃうとかない。ある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 。あ、間違えてね、普通すぎ。でもさ、B ってさ、いいの、道端でさ、野宿っていいの、うん、海外だからいいのか。ダメだ、ダメじゃない。当時、例えばなんか車の中の撮影してて、ヘッドレストっていうの、なんか車のさ、うん、あれ撮って撮影してますけど、今はそんなことしてませんみたいな注釈出る時あるよ。だから、当時だったら許されてたけど、今は許されないみたいなことが、最近はちょっとモザイクが入っていたりとか、注釈が入っていたりとか、
ある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 。なるほどね。うん、ならやっぱ B。なら、うん、B が一番。はい。じゃあみんな、じゃあギャルたちは全員 B ってことでいいですか？はい、B ですよ。手つながら、我々に正解を教えていただいてよろしいでしょうか？もうだから B だっつってんじゃん。だってもう最初に言っちゃってんだもん。めっちゃ面白い。これはね、正解 B。 海外ロケの初日に道端で野宿した、うん、こちらは、ヨーロッパリベンジの第3話ですね、うん、そう、茨姫の舞台となったザバブルグ城のディナーが終わったのが22時50分、藤村 D の、12時までに宿を見つけないとテントを張って寝るぞの言葉に戦々恐々としながら2軒ホテルを巡るも空きがなく時間切れ。ここをキャンプ地とするの名言が生まれた瞬間です。ちょっと待って、すごく、ここをキャンプ地とするってこれの元ネタなの？そう、そうだよ。そうなの？すごい、今まで知らずに使ってた。どうでしょう、知らずに使ってたの？使ってました。なんかゲームとかするときにここをキャンプ地とするとか言ってました、全然。そうなの？これはすごい。海の親、こちらの、こちらの、お父さんじゃん。はい、パパ、パパ、藤村さんがお父さんです。パパは何？パパは何なのよ。そうだよ、オリジンが分かったね。俺が言ったの。そうそう、すごい、ステッカーにもなってて、ステッカー先日買ったんですよ。あ、泉ちゃん買った。はい、買いました。 HTB まで行きました。うわ、そうだった。あ、やべ、ファンの話はいいや、置いとこう。第2問はですね、また3択からお選びください。はいはい、はい、まず A が料理企画で畑の開墾から始めた、うん、B が洗濯機で牛丼を洗ってしまった。いや、意味が分からんもんこれ。 C がシェフ大泉の料理をかじったら歯が欠けた。どれでしょうか？なんか全部ありそう。あ、全部ありそう。いや、インパクトあるな。でも C じゃない？ C、 うん、C だと思う。え、C？ 私は A かな。また今回もヒントをいただいてもよろしいでしょうか？答え言っちゃうって。答え、答え、答え、答え。 A だよ。え？ A ですか？いや、なんか言い方がちょっと、なんか優しかった。なんかそう、優しかった今。なんか言ってたのみたいな感じだった。もう早く終わろうかと思ってたもん。もう話すのだるくなっちゃってんじゃん。もっと話しましょうよ。いや、泊まるキャンプ地が、場所がなくて、泊まるホテルがなくて、いやもうここをキャンプ地にするっていう、なんかその男気な感じ出てね、A にも。いや、料理するんだったら畑からに決まってんだろ、みたいな感じ。素材から A っぽい気がする。目立て位置かは A。 私は A。 あんこちゃんは C。 C で、C、え、C で引かれる。A だってんの？ A だって。いや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 、インパクトがあったんです、一番。そうだね、あんこちゃん、その文脈で言うと、実際にあったことこれから A って発表するんだけど、それがなんかすごいインパクトがなかったみたいになるから。いや、違う違う、全部インパクトだけど、ここをカットして A っていうことにしようよ。そうですね。はい、ということでね、正解は A、 料理企画で畑の開発を始めたです。はい、ほらね、イエーイ。そう、ということで全員正解でしたね。はい、男気がいいんだわ。はい、こちらですね、す、シェフ大泉の夏野菜スペシャル。シェフ大泉に夏野菜を使った料理を作ってほしいという企画のもと呼び出された大泉さん、うん、しかし連れて行かれた先はどうでしょう、どうでしょう農園開墾予定地と書かれた看板のある荒れ地でした。すごい。そう、荒れ地に連れて行かれたんですね。ぶっ飛びすぎてるな。わ、でも大泉さんは出てたんだね。うん、実は、自分たちで作った野菜を使って料理を作るという企画でした。通称、日本一長い料理番組、また有名なパイ事件が起きた企画でもあります。野菜を作った後は皿も焼きました。パイ事件、ね、パイ、うん、なんだパイ事件って。おい、パイ食わねえか。なんだ、え、通りすがりの方から言われたんじゃないそれ。パイ食わねえか急に。じゃないの、怪しすぎない。もうだからこれも説明すると長いからさ、この見てもらわないと分かんないよね、絶対ね。まあ、そうだね。ただあのファンの中の投票では、あのその名ゼリフみたいなやつではやっぱり1位とかを獲得する。え、そうなんですか。彼を聞きたいっていう。ただ分かんねえよこれ。これはナンパされてるみてえじゃん、なんか。そう、パイ食わねえかって。いや、俺気がつかなかったよ。確かにね、通りすがり、おい、パイ食わねえかって言いそうなセリフだもんね。あ、それがじゃあどういう背景で誰が言ったのかっていうのは、やっぱ DVD 見ないと分かんない。そうだよね。あ、そういうことか。はい、じゃあ第3問。はい、参りたいと思います。はい、A が、車、ホテルに鍵を置いたまま入れなくなった。うん。B
B 魚釣りのため出演者が一切映らない街頭のみの映像が放送された、うん、C、うん、車のボンネットで目玉焼きに挑戦した。これだ絶対これや。えこれ B じゃない。いや B だと思った私も。 YouTuber すぎんちょっといやわこれ C だって。答え C だよ。 YouTube が後ないよ。車のボンネットで卵焼き、またこの人全部答え言おうとしてる。目玉焼きに挑戦してもいると思うんだよ。なんだっけ。 A は車とホテルに鍵を置いたまま入れなくなった。おーそれもやっぱりなんかあった気がする。全部全部正解か。みんなはもう心決まってますか。全部え、いや第一印象 B って思ったけど、うん、いや所感を大事にして C でしょ。いや私はやっぱ藤村さんを信じるので全部で正解ははいはい全部です。本当に全部答え言ってるやん。本当に言ってる。そうだよ。あんまりクイズに興味持ってないから。俺たちが持ってないからさ。ヒントの方が難しいよ。ヒントの方が確かに確かに。これはですね、A の車ホテルに鍵を置いたまま入らなくなったっていうのは、あのインキーってやつですね。アメリカ合衆国横断の第7話で、そう車にインキーしちゃってホテル行ったけどホテルでもインキーしちゃったっていう事件です。え、すごい。ニッチもそっちみたい。すごい。もう生まれたのがもうインキーマン鈴井さんっていう言葉が生まれて。その日急いで行かなきゃいけないっていうのにさ、その朝行ったらさ、車、鍵、入ってもドア閉めちゃったって言ってさ、って思ったもんね。すごい。アメリカの。いやそう、日本じゃないのが。結構、なんか旅、アメリカとかヨーロッパとかの日本じゃないところでとんでもない事件が起こったりとかしてて、それでもなんか、なんだろう、そこで解散とかなんか喧嘩とかならずになんだかんだで旅を続けられるのってすげえなって思いながら見てる。確かに。すごい。喧嘩に近い状況になってくるね。なってはいるんですね。実際に結構バチバチってすることあるんですか。いやそんなことないでしょ。まあどっちにしろね、続けていくしかないからね。ああ、すごいな。車とホテルにインキーされたらさ、なんか次のカットからやったやつボコボコになっててもおかしくない。いや俺たちはその代わり言葉ではボコボコにするよ。もあ確かにそれはそう。ああ、ね、その人の撮る前もいやもう1時間待ってるなって何回か言われたから殴り合いの喧嘩から始まった。よかったよ。その一端を感じられたんだろう。感じられた、そうですね。で、魚釣りのために出演者が一切映らないガイドのみの映像が放送されたのが激闘西表島第7夜、ね、ガイドが夜来てね釣ってたらその、明かりつけてたらね魚なんか釣れないとかって言ったもんだから、撮影のガイドが消したの。これ消すっていう判断できるのがすごいですね。確かに。ガイドが消せって言うからね、やっぱね。テレビだとなんかね、真っ暗な画面をずっと延々と映しちゃダメみたいなね、一応あるんです。あ、はい、そうなんですね。スーパーで、これはテレビの故障ではありませんっていうのをずっと流したりね。そうですよね。それが一周のうちの、半分ぐらいだったらいいんだけど、翌週は真っ暗な画面から番組始まったから、伝説になってるよね。テレビマンの皆様も業界も震撼したっていう、ね、どうしていいんだっていう。俺だって新刊したもん、2週目もやんのって。いや、そうっすね。編集してる途中に疑問に思わなかったんですか、それは。賞賛あるなと思ったわけ。あー、すごい。すごい。かっこいいな。すごい。だってその真っ暗な画面見たらみんな気になるでしょ。とにかく、なんだこれって思って見ちゃうわけでしょ。なっちゃう。見ちゃう。まあね、話にはなんかこう注目するようになるよね、映ってないと。じゃあさ、もう俺たちもこれから真っ暗で配信しよう。声だけってこと？それだけ。いや、確かに。VTuberも真っ暗の時代よ。VTuberの意味ないのよ、もう。次ですね、C、車のボンネットで目玉焼きに挑戦したこちら、オーストラリア大陸縦断3700キロ第2夜です。企画の時に、いやでもこれはさすがにしんどいから死ぬかもなみたいなのないんですか？ね、死ぬようなことやってないよ、我々。いや、死にますよ。いや、後々そうなっちゃうだけで。後々だって車でさ、走るだけだから別に。と思ってたの。オーストラリア行く時もね、アメリカも。だけど最終的にやっぱりさ、日程がきつくなるよね。オーストラリアだって縦断を終えた時にさ、アデレードの街でさ、車のエンジンもう壊れちゃったからね。
そうですね、一つ間違ったらもうやばかったかもしれないね。いや、やばい、やばい。地図も持ってないで行ったからね、最初ね。すごい、いいだろうと思ったらそうでもなかったんで。いや、そう、2、30年前だからナビがないんですよ。 Google マップとかないから。あ、ないな、ない、地図だよね、地図だっけ。今もう地図なんて見なくていいんだもんね、ナビがあるからね。なんで地図見てんだろうと思ったんです、最初、初めて。Google マップ使えばいいのにって。そうだよね。それだからこそできたことですね。そうだよね。いや、確かに。道に迷ってるからね。うちのミレシラたちももうめちゃくちゃ前のめりですけど、始まる前からあのいちかさんとかがあの、うん、お二人の声がいいってめっちゃ、あ、そう、すごい声、確かに声がめっちゃいい。そうということでね、まあ、純粋にそのバラエティだと思ってる方が多いと思うんですけど、はい、うん、いや、ちょっと待ってと、女性がときめくシーンもたくさんあるんじゃないかなということでね。おお、はい、え、うちのナナシンクって女性しかいないんですよ、タレントが。で、男性ファンが多いイメージあるけど、やっぱ女性をここ見てほしい、女性がときめくポイントもあるよっていうところでね、シーンとしてこういうところもいいんじゃないかっていうところで、泉さんからちょっとおすすめいただきたいと思います。はい、こちら流紺川160キロ自覚の6日間より、大泉さんがハンダで森の中を駆け回るシーンがやっぱり、やっぱり、え、どういうこと、荒々しい姿って、パンツ長靴森の中を駆け回るシーンが、トイレの時になんかめちゃめちゃ虫に刺されたのってユウコンでしたよね。あ、ユウコン、ユウコンはだからすごい、そういうなんかセクシーなね、あの男の色気を感じられる。なるほど、あそこで長靴履いたあのパンツ一丁で男の色気を感じた。すごい感じますよ、あらしいなって。で、ユウコン川っていうのは、まあ、カヌーで川下りをする、まあ、世界的に有名な聖地と呼ばれているぐらいの川でね。そうなんですね。俺がカヌーすごい好きだったから、やっぱり世界一のそういうとこ行きたいと思って、僕が行って連れて行ったのね。連れて行って、だけど僕は一回漕いでみたら、あの20分ぐらいで飽きちゃったっていう。で、全部で我々は100何十キロ下った。160キロですね。夏場に行ったけど、やっぱりね、寒い地方だから、あの川に落ちたらね、あの低体温症で死ぬって言われてたんだよ。お尻に殺虫スプレー撒くことあります？直で。いや、蚊がすごかったんですよ。そのお二人がおすすめな、だからそれ聞きたいわけよ、女性がどこを見てね、どうでしょう、これがいいなって思ってるっていう。普通に日本の横断とかで宿に泊まった夜に相撲を取る時あるじゃないですか。やっぱり長いシーンだね。相撲を取るの、酔っ払って相撲を取り始める時めちゃくちゃ好きなんですよ。そうだね、そうだね、もう定番となってるからね、うちは浴衣で相撲を取るっていうのが。酔っ払ってね、あの、うん、タレントとディレクターが相撲を取るっていうのもあんまりないよね。なんまりないよね。ないっすね。すごい。上半身もろ肌になったからね。ないよね。一日だってずっと運転しっぱなしとか移動しっぱなしで、で、すぐ寝そうじゃん。普通だったら。疲れた後寝るじゃん。夜相撲取ってんだよ。元気やな。寝るかと思ったら。お酒飲んで相撲取って寝るの。ここ今日もしまったしまったって言いながら満足です。その時間の絵を撮るんですよね。そう、大しさというかね、マスラオぶりが際立つシーンかなって、はい、思います。なるほど、そこにそうなんだね。どうだ、見たくなるだろう。すごい、すごい、なりますね、気になります、からね。いやいやいや、この二人がハンラ好きなだけで、私そういうのないですよ、ないですよ、ね、ちょっとおかしいおかしいおかしい。一番好きな人いるでしょ、ヒラヒカリが、ね、本当に。あとだからあれで、そのニューヨークシーンとかもあるから。あ、そう、ニューヨークシーンもあるよね。あるあるある。ニューヨークシーンがあって、中で湯船で拳を上げるっていうのあるよ。そう、湯船で拳を上げるのに、うわーってやるんだよ、これ。あれもあるよ、あの地を直す、地を直すためにいろんな温泉に入るっていうね。温泉に入るってこともあるね。それすごいみたいなところに入ってるシーンとかもあるもん。ちなみに誰が地だったの？誰が地だったんですか？大泉くんが地だったの。すげえ笑ってる。そうなんだ。いや、見たくなってきただろう、これな。いや、これたい、すごい、見たい、見たい、気になる、興味しかない。じゃあもうここで運命のジャッジタイムに
終わりたいと思います、うん、もうね、そもそもね、俺たちはこの何にも水曜どうでしょうをなんか、あ、車のステーカーで見たことあるって言ってたねあの女子たちにごめんなさい、女子たちにやっぱ DVD を買わせようというところで始まってますから、布教しようというところで始まってます、はい、3人が、あ、これ見たいなって思ってくれてるかどうかが大事ですからね、参ります、せーの、かえそうだろ、マジであまりにも気になる、そう、なんかご本人の前で買わないとか言うまあまあ、まあ、最初からもだってさ、別にいいけどね、人生損してるけどって言われた時点でもういちかさん絶対買うもんね、そうそうそう、なんでだよそのセリフだよやった、じゃあいちみさん布教成功ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ただね、ちょっと DVD といっても、はい、あの水曜どうでしょう、たくさんやっぱそのさっきね、うん、ご説明した通り、はいはい、ものすごい長いスパンで愛されている作品なので、ね、どれから入ろうかなって、うん、ちょっとそれぞれにねおすすめを聞きたいなと思うんですけど、 DVD を出した時の一番最初に出したのが、はい、実はその、うん、一番最終回から先に出したんだよね、ベトナム縦断っていう、これがまあレギュラー放送6年間の最終回だったのよ、ほんまや、まずこっから見てもらって、その後歴史をこう遡って見てほしいみたいな意図は俺の中にはあった、お尻がランブータンを見てほしい、そうそう、本当面白さで言ったらさっきのその西表島、うん、真っ暗な画面で釣りをしてるっていう、うん、私とか大泉はあれがまあなんか面白いよねっていう話はよくするっていう、まあ、あれもなんか短時間の話だけどね、怒涛のようにやっぱ事件があるからね、その事件もちっちゃい事件だからやっぱ笑っちゃうっていうやつだね、そうだね、なんでそんな事件起こっちゃうの、毎回すごいよね安定的になんか人気なのはその夏野菜とかね、大泉さん教えてたシェフね、シェフね、そう、あのパイクはでかね、それも人気だし、この人と鈴井さんがなんかあの甘いものを食いながら対決して、その北海道からね鹿児島までこう縦断するっていう対決ネットもやっぱり人気だね、甘いもの国取り物語です、各県で名物で早食いをするっていう、すごい、楽しそう、アイス落としちゃうシーンとかもすごい好きです、あるある、何それ、景色で食ったりとかっていうのでバカみたいに鹿児島まで車で行くっていう、はい、この動画を見てくださって、興味を持ってくださった方もぜひ参考にしてみてくださいということで、本日は皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、非常に貴重なご意見聞きました本当ですか、たくさん笑った、ちょっとやっぱ反乱、反乱集とか出してくれるのかな、反乱、反乱好きのすごい早口がすごいな、すごいな、この人興味ある、荒々しいやつ、あの田中さんの反乱ね、最近の年代の肉体の反乱をね希望やから、まあ最後はプレゲンで終わりたいと思います、うん、はい、はい、え、なに、参ります、うん、はい、あ、はいはいはい、せーの、お見舞いまーす、お見舞いまーす、こんなバラバラなことある大丈夫、後で編集で何とかなる、あ、一つも分かんなかったぞ、すいません、本当に本当にすいません、大変お待たせしてしまった、お忙しいところに来ていただいたので、はい、全然いいです、そんな全然いいですよ、全然いいです、3時に帰りますからね、全然いいですよ、なんかね、また楽しい楽しい感じを全部打ち込めばいいじゃないですかね、うちの奈良市のスタッフが死ぬほどバタついてるところをね、うん、走り回ってる、うん、そうね、ずっとバタついてるよ、バタついてるし、これでもね、あの VTuber 授業4年ぐらいやってるんですけどねディスコードの設定もあんまならなくて本当にすいません、スペシャル、なんか出にくそうなんですけど大丈夫ですかこれ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、やばい、ちょっと、うん、パソコンでバッテリー落ちたよ、いやでもズミちゃんなんだよな、落ちちゃったのが、いや確かに一番楽しみにしてたんですよ、ズミちゃんが落ちた、そうなんですよ、そうなんです、大丈夫です、泉なんですよ、ね、後取りします、なんとなく動いたものを映像を撮ります、ダッシュでご挨拶に行きます、はい、行ってください、おっと今走って行ってます。
ね、すごい。あー、どうも。ゆみちゃん。すいません、いろんなものもらって、なんか。楽しかったです。すごい歓喜の声、歓喜の声が聞こえる。ね、すごい。なんか恐縮してる。喜んでんな。うん、喜んでんな。ずずしいぞ、今入り。